今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本ひろこです。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。ウィークリートピックスのコーナーでは、渋谷109で販売中のイタリアルーツのオリジナルスイーツ、港北東急ショッピングセンターの25周年記念最後のポイントアップキャンペーン、渋谷桜ステージにオープンした東京初進出のハイアットハウスなど必見のお知らせ満載です。フォーカスインのコーナーでは、先週お送りしました子どもたちが作る街 KBC タウンについて改めてお伝えいたします。109シネマズインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう。ウィークリートーク、この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたします。ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。まずはこちら、イタリア生まれ世界的人気のチョコレートスプレッドを使用しました。渋谷109渋谷店の地下2階今田キッチンでは、世界中で50年以上愛されるイタリア生まれのチョコレートスプレッドヌテラを使用したオリジナルメニューを3月31日までの期間限定で展開します。ヌテラを挟んだどら焼きや、和を感じる素材との絶妙なマリアージュを楽しめるパフェ、お好きなトッピングを選べるヌテラのお餅スティックなど、和をテーマにした商品や、注射器型の容器でヌテラをかけながらお召し上がりいただくソフトクリームなど、さまざまなスタイルでヌテラの味わいを楽しむことができます。商品をご購入されたお客様を対象に、オリジナルステッカーのプレゼントや、同じフロアにあるプラザ渋谷109店との連動企画も実施。今田キッチンでしか味わえないヌテラの魅力を体験できます。1964年にイタリアで誕生したヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッドヌテラは、世界中の朝食の定番となっています。この機会にぜひその魅力を味わってみてはいかがでしょうか。続きましてはこちら、今回が最後です。開業25周年を迎えた港北東急ショッピングセンターでは、日頃の感謝の気持ちを込めまして、3月20日から24日の5日間特別なポイントアップキャンペーンを実施いたします。東急カードのご利用で100円のお買い上げにつき、東急ポイントが通常は3ポイントのところ、この期間は特別に7ポイント貯まって、とてもお得です。開業25周年を記念した特別なポイントアップは今回で最後になります。お得にお買い物できるこの機会に、ぜひ港北東急ショッピングセンターへ。続きましてはこちら、東京初進出です。この番組でもお伝えしました、渋谷駅の南西エリアに誕生した渋谷桜ステージのサービスアパートメント部分に、ハイアットが展開するホテルブランドハイアットハウスの東京初進出となるハイアットハウス東京渋谷が開業いたしました。渋谷に中長期滞在型のサービスアパートメントの誕生です。広々とした126の客室には、充実したキッチンと洗濯乾燥機、オーブンレンジを完備。館内には屋上庭園に面したロビーと、
滞在者同士の交流や新たな出会いの拠点となるラウンジ&バー、スタイリッシュな屋内プール、レストラン、フィットネスルーム、マルチファンクションルームなどを用意し、仕事もプライベートもどちらの時間も充実させることで、訪れた人に渋谷で住むように滞在する環境と体験を提供します。渋谷駅直近に中長期滞在型のサービスアパートメントができたということで、利用される方も増えそうですね。次第に充実していく渋谷サクラステージに今後も要注目です。以上、ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまなサービスやイベント、取り組みなどに焦点を合わせ詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は先週お送りしました KBC タウン2023について改めてお伝えいたします。今回で14回目を迎える KBC の目玉イベント、子どもたちが作る街、こちらご覧ください。東急キッズベースキャンプは東急線沿線を中心に駅の近くに22カ所の施設を展開する学童保育機能を備えた送迎付きのアフタースクールです。キッズベースキャンプは小学生の放課後の時間を消費から投資へっていうところをテーマとして、サービスコンセプトの根底でもある安心安全、こういったものを小学生の放課後に提供をしていく、そういった放課後の時間環境の中でさまざまなプログラムを提供して、子どもたちの自主性自発性、私どもとしては社会につながる人間力、今でいう非認知能力ですね、そういったものを育めるような学童保育となっております。 KBC タウンがコロナで一体中止になってしまって、昨年度復活をしたんですね。今年改めて復帰2年目というところで、この広い会場でかつ食品ブースを復活させての開催となりまして、総勢としては4000人規模での KBC タウンを今日迎えることができたんです。皆さんこんにちは、 KBC タウン2023市長のミレレンです。こちらは KBC タウンのオープニングアクトです。子どもたちによる子どもたちの街、 KBC タウン。雑貨を販売したりゲームを楽しめるお店など26もの模擬店が子どもたちの手で準備されています。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ、またよろしく。こちらは今年から復活したポップコーンやドリンク、ワッフルなどの食品のお店。売る方も買う方も本当に楽しそうで、どのお店もお客さんでいっぱいでした。いけいけ雪の動物園です。イエーイ。動物スノードームのお店を出しています。瓶の中に動物が入っていて、かわいいラメとかが入っている商品です。レアキャラという、まあ秘密のキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターがいることです。レアキャラって何？ユニコーンです。おお、あら、あじゃあ雑貨屋ボンボンとペンギン王国です。ペンギンを滑らして氷に乗せるゲームをやってるお店です。キャンディーの形をしたライトを売ってます。今の経験をそのもう6年生なので、次の世代とかにつなげていけたらなって思います。準備するのは大変だったりしたんですけど、それを買ってくれた人がいっぱいいるってことは嬉しいです。 KBC タウンではケビーという疑似通貨を使います。ケビーはお店で働いて稼ぐことができるので、参加者は
労働と消費の両方をこの町で体験することになります。 KBC タウンの運営をお手伝いする子ども市役所、市役所職員は各 KBC から立候補で集まりました。この日のために各店舗をオンラインでつないで会議を行い、今年の KBC タウンをどんな街にしようか話し合いました。さらにお金のデザインを決めたり、装飾や掲示物を作成するなど様々な準備をしてきました。市役所を代表する市長も事前の選挙で選出されています。市長のミレレンです。楽しかったな、また行きたいなと思えるくらい楽しい思い出が作れる KBC タウンにしたいと思っています。 KBC タウンは協賛企業からの応援も受けています。市長は参加者全員を代表して企業への挨拶も行います。市長に伊藤園さんにインタビューをしてもらいました。いつも会場に来ていただいて嬉しいです。 KBC タウンの会場の雰囲気はいかがですか？はい、今年もなんですけれども、たくさんの方に来ていただいて、私たちのブースも大盛況で、みんな楽しませていただいてます。ありがとうございました。ありがとうございました。かつて KBC に通っていた OB の目には、今の KBC タウンはどのように映るのでしょう。現在 KBC 大倉山の店舗でキッズコーチをしている伊藤さん、牛山さんにお話を伺いました。小学生の頃に1年生から6年生まで KBC 大倉山の方に通っていて、それで卒業してその9年ぶりにそのアルバイトとしてまた戻ってきた感じです。3年の頃からゲームも毎年やり続けて、それがもう何て言うんですかね、やっぱノウハウが溜まってって、やっぱもう最後の4、5、6年生になるとすごい何て言うんですかね、店舗のランキングずっと上位にいて、そうですね、やっぱりその快感楽しかったですね。 KBC に通ってて、やっぱり僕は1年生から6年生までずっといたので、そのやっぱり4年生なんてとかやってくると、やっぱり低学年の子が入ってきて、まあ、先輩という立場でどうやってルールを教えたり、どうやって接していこうかっていうのはやっぱり悩みましたし、けどそこで失敗とかもして、やっぱその得られた部分は大きいかなって思います。お子さん、今回 KBC タウンに参加するのは初めてですか？2回目です。食べ物屋さんが前なかったので、それが増えててちょっとびっくりしました、うん、夏のイベントとか季節でイベントがすごいたくさんあって、普段行けない機密とかに夏に野菜収穫行ったりとかしてて、すごい貴重な機会だなと思ってありがたいです。のびのびといろいろ育児してもらっているので、本人なりにもいろんな刺激を受けてていいと思ってます。今日ここ来ての感想をまずお父さんから聞かせてください。子供たちが可愛くて良かったです。はい、どう今日参加してみて？いろんなものが見れたりして良かった、まあ、いろんなことやらせてもらえるので、はい、ありがたいです。はい、ゼリークリスタル売り切れです。完売しました。キッズベースキャンプは学校でも家庭でもないサードプレイス、第3の居場所として、ドキドキワクワクのイベントプログラムをたくさん用意して、子どもたちの笑顔あふれる、学童保育となっております。ぜひ皆さん一度遊びに来てください。キッズベースキャンプ開講。いかがでしたでしょうか。いろいろなお店があって、学園祭のような雰囲気でしたね。楽しいだけでなく、さまざまなことを学んでいる様子が子どもたちの言葉から伝わってきました。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。こちらをご覧ください。
109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。先週末の人気映画ランキングはご覧の通り、映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーが公開と同時に1位にランクインしています。映画を見るならお近くの109シネマズへ。以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートークいかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたしました。